メジャーの世界には圧倒的なパワーでボールをかっ飛ばす驚くようなスラッガーたちが当たり前のように存在し、このボールを遠くに飛ばすパワーや身体能力は日本とアメリカの野球の大きな違いの一つでもあるが、そんなパワー自慢が世界中から集まるメジャーリーグという球界の中でもアトランタブレーブスに所属するマーセル・オズナという選手は威圧的な存在感と飛び抜けたパワーでボールを軽々とスタンドへと放り込んでしまうモンスタースラッガーとまで言われるプレイヤーの一人だ。彼は身長185センチ、体重101キロ、2024年の今季メジャー12年目のシーズンを迎えているドミニカ出身、現在33歳の球界を代表する強打者。2023年の昨シーズンでは大谷翔平が日本人としては前人未到のホームラン王に輝き、バッターに専念する今季も当然のようにホームラン王への期待は高まるが、今シーズン大谷翔平の最大のライバルとなるバッターは現時点ではこのオズナと考えて間違いはない。日本時間4月30日現在、オズナはリーグ最多のホームラン9本を放ち、さらに打点もリーグ最多の31打点をマーク、そして打率もリーグ7位の3割3分0厘を記録しており、大げさに言ってしまえば現在のメジャーリーグで三冠王に最も近い男になっている。今シーズンはまだまだ始まったばかりで、今後の動き次第ではどうなるかわからないが、オズナは昨シーズンの後半からギアが一気に上がり、そのまま今シーズンも好調を維持している。2023年の昨年はシーズン序盤の4月に大きなスランプに陥り、ホームランが打てないどころか打率が1割になり、打点も全く稼げないチームを代表する強打者とは思えない成績になっていた。この頃にはあまりにも不甲斐ない働きをするオズナに、球団やファンからは厳しい言葉が飛び交い、ブレーブスには必要ない、年俸が無駄になってもいいからもうオズナをクビにしろとまで言われていた。ただオズナのバッティングはシーズンを追うごとに徐々に回復していくと、最終的にはハイペースでホームランを放ち、リーグ5位の40本塁打にまで到達した。打率も2割7分4厘まで上がり、さらに打点も100打点の大台に乗せた。シーズン序盤は厳しい状況に追い込まれていたオズナだったが、結果的にはキャリアハイに近い成績まで巻き返し、そしてその勢いのまま2024年の今シーズンに突入していた。オズナがこれまで獲得した主なタイトルとしては、短縮シーズンだった2020年にホームラン王、打点王に輝き、シルバースラッガー賞は2017年と2020年に獲得。現在は主に DH としてゲームに出ているオズナだが、2017年には外野手としてゴールドグローブも受賞した。近年では2021年と2022年に家庭内の問題や飲酒運転で逮捕されることがあり、この2年間はプライベートの不安定な生活の影響からか、バッティングの成績は明らかに低迷していた。この絶不調の期間の延長で、先ほど話した昨シーズン序盤の大きなスランプがあったため、球団やファンからは大きな非難を浴びる結果になっていたわけだ。ただ2024年の今季は逆に昨シーズン後半の調子が上がった状態で新たなシーズンを迎え、現にその絶好調ぶりは結果として現れている。メジャーリーグの三冠王といえば、昨年引退したカブレラが2012年のシーズンでメジャー45年ぶりに三冠王の偉業を達成したが、それ以来この大記録を達成したプレイヤーは出てきていない。シーズン前半戦のこの時期にこんな話をするのはまだまだ早いとは思うが、それでも現時点のオズナはそんな三冠王の可能性を感じさせる唯一の存在と言ってもいいほどの実績を残している。2024年の今季は大谷翔平の2年連続ホームラン王への期待も高まるが、このブレーブスのスラッガーマーセル・オズナの活躍にもぜひ期待していただきたい。